飞行体验。大家踏进希望与梦想的园地，这里是日本东京迪士尼海洋，大小朋友的梦幻天堂。以国外迪士尼的高人气游乐设施添加日本元素，建筑外观打造成博物馆，来纪念女飞行家卡梅利亚，就像身临其境，看得到，闻得到。ライドに乗っていただいて、世界各国の名所であったりとか、大自然を巡る空の旅を、匂いだったりとか、風を感じていただきながらお楽しみいただけるアトラクションになっています。这暑假东京迪士尼 C 推出新设施飞行机，带你环游世界，4D 体验让你感受世界的味道。园方同时推出系列商品爆米花筒。米奇、米妮、唐老鸭、高飞狗手舞足蹈，透过逼真的光雕投影特效，变换不同场景，叙述秘境之旅。来到这，还有属于东京迪士尼海洋的限定玩偶，住宿也不是问题。离乐园十分钟车程的饭店，陈设搭配乐园，呈现欢乐的氛围。房间用品也印上可爱图案。また2021年にはトイストーリーをテーマにしたホテル、それから2022年には東京ディズニーシーに8番目のテーマポート。でありますファンタジースプリングスがオープンする予定になっています。夜晚的海洋灯光秀更是不能错过的经典，园区配合设施及迪士尼明星推出的系列商品及套餐与奇幻结合，处处充满惊喜。三立新闻蔡明华和你日本报道。